今回の雑学はこちら。はい。ジェイソンといえばチェンソーというのは間違いと。ジェイソンといえば映画のキャラクターであり、チェーンソーのイメージがあると。しかしジェイソンがチェーンソーを使って殺人したことは一度もないと。逆にチェーンソーで襲われているんですね。なぜこんなイメージが定着してしまったのかというと、ジェイソンの映画と同時期に別の映画の殺人鬼がチェーンソーを使って殺人したので、それと混合してしまったと。それでジェイソンとチェーンソーという、ジェイソンはチェーンソーという誤ったイメージを持たれてしまったと。ということです。